これどこのマフラー？これは継ぎ木ですね。あ、継ぎ木さんのとこだよね、はい。でこれ中古なんですよ、マフラー、うん、4万円。へえ、安く買いはったんや。あのヤフオクとかやったらやっぱり個人売買なんで、はいはい、変なもん売りつけられる恐れがあったんで、うん、あ、レッドバロンの中古。はい、なるほど。レッドバロン自体そんなに評判良くないんですけどね、うん、まあ、家の近くがレッドバロン。これなんて書いてんの、はい、横浜レーシング。ああ、これはなんか変な湘南爆走族とかいう、あ、なんかバンバンついてた付録ですわ。なるほどなるほど。暴走族じゃないんです。バイク見たら分かります。どうぞエンジンかけてもらえますか。次のサウンド聞かせてもらえます。うるさい。ああ、大丈夫ですか。うるさいですよこれ結構。近いんでね、ちょっと。ああ、良くなってる、ちょっと。ありがとうございました。気をつけて、ありがとうございます。